ですか。はい、これより会議を開きます。予算の実施状況に関する件の調査に関し、学校法人森友学園に関する決裁文書書き換え問題について佐川信久君より証言を求めることといたします。この際、証言を求める前に承認に申し上げておきます。昭和22年法律第225条、議員における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず証人、証人の配偶者、三親等内の血族もしは二親等内の姻族、または証人とこれらの親族関係があった者及び証人の後見人、後見監督人、または補佐人、並びに証人を後見人、後見監督人、または補佐するとする者が、刑事訴追を受け、または有罪判決を受ける恐れのあるときであります。また、医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、交渉人、宗教の職にある者、またはこれらの職にあった者は、業務上委託を受けたため、知り得た事実で、他人の秘密に関する者については、本人が承諾した場合を除き、宣誓または証言を拒むことができることになっております。証人が宣誓または証言を拒むときは、その事由を示さなければならないことになっております。証人が正当の理由なくて、宣誓または証言を拒んだときは、1年以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられ、また宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3ヶ月以上10年以下の懲役に処せられることになっております。以上のことをご承知ください。次に、証人が補佐人に助言を求めることが許される場合について申し上げます。すなわち証人は、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、補佐人に助言を求めることができることになっております。助言はその都度、証人が委員長にその旨を申し立て、その許可が得られた後に認められるものであります。なお、補佐人は自ら発言すること及び自ら証人に助言することはできないことになっております。次に、今回の証人喚問に関する理事会の申し合わせについて申し上げます。その第一は資料についてであります。証人は証言を行う際し、資料を用いることは差し支えありませんが、委員長の許可が必要であります。また、これらの資料はいずれも当委員会に提出いただくことになっております。その第二は、証人がメモを取ることについてでありますが、尋問の項目程度は結構でございます。なお、補佐人がメモを取ることは構いません。以上の点をご承知ください。この際お諮りいたします。証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音につきましては、議員証言法第5条の7の規定によりまして、委員長が証人の意見を聞いた上で委員会に諮り、許可することになっております。証人の意見は同意いたしますとのことであります。宣誓及び証言中の撮影及び録音について、これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めることにいたします。全員ご起立願います。それでは、佐川信久君、宣誓書を朗読してください。宣誓書、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成30年3月27日、佐川信久。宣誓書に署名、捺印してください。ご着席を願います。これより証言を求めることといたしますが、証人のご発言は証言を求められた範囲を超えないこと、またご発言の際にはその都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、こちらから質問するときは着席のままで結構でございますが、ご発言の際は起立してください。委員各位に申し上げます。
本日は申し合わせの時間内で重要な問題について証言を求めるものでありますから、不規則発言と議事の進行を妨げるような言動のないように特にご協力をお願いいたします。これより証人に対して証言を求めます。まず委員長より委員会を代表して総括的にお尋ねをして、その後委員各位の発言を願うことといたしております。それでは私からまずお尋ねをいたします。あなたは佐賀信久君ですか？はい、そうです。生年月日、職業をお述べください。昭和32年11月6日生まれ、無職です。はい。学校法人森友学園にかかる国有地の貸付契約および売買契約の決裁文書の書き換えに関するさまざまな問題提起がなされております。そこでお尋ねをいたします。理財局長在任時の国会答弁等の対応によって国会審議に無用の混乱を生じさせたこと、および行政の信頼を失墜させたことについてどのように考えているかお答えください。今回の決裁文書の書き換え問題によりまして、国会にこのような大きな混乱を招き、また国民の皆様に行政の信頼を揺るがすような事態を招いてしまったことにつきまして、誠に申し訳なく思っております。当時の担当局長として責任はひとえに私にございます。深くお詫び申し上げます。当該国有地の貸付契約および売買契約に関する決裁文書の書き換えの経緯および佐川証人の関与の有無についてお答えください。今の委員長のご質問につきましては、私自身が現在告発を受けておる身でございまして、今回の決裁文書の書き換えにつきましても、それが捜査の対象になっていると考えられます。したがいまして、私自身刑事訴追の恐れがありますので、そこの答弁は控えさせていただきたいと思います。決裁文書の書き換えが行われた理由についてお答えください。決裁文書の書き換えられた理由につきましても、この決裁文書の書き換えられた行為に関わる話でございまして、その点につきましても刑事訴追の恐れがありますので、ご答弁は差し控えさせていただきます。以上をもちまして私からお尋ねすることを終わりました。次に発言の申し出がありますので順次これを許します。石田正敏君。石田君。はい。自由民主党の石田正敏でございます。佐賀さんには午前中に引き続いてどうぞよろしくお願いを申し上げます。1年前の今頃ですね、私はこの予算委員会の与党筆頭理事の席、菅原さんが座っておられる席で佐賀さんの答弁を聞いておりました。また籠池さんの証人喚問もこの席で聞いておったわけであります。あれから1年が経ちました。しかしまだこの森友学園問題がこうして予算委員会の中心問題であるということ、誠に残念と言わざるを得ません。おそらく国民の皆さんはもういい加減に疑惑を解明して、我々の日々の生活あるいは日本の将来について全力を傾注して国会で議論してもらいたい、そういうふうに思っておられると思うだけに、一日も早く一刻も早くこの疑惑を解明していかなければならないと思っております。そのためにもこの森友問題の現場である近畿財務局と大阪航空局、そして森友学園側とのさまざまなやり取り、どういうものがあったのか、そういうことは非常に重要でございます。佐川さんはまさしくその現場での状況を国会の場で明らかにする責任者であったわけでございます。そういう意味で佐川さんに積極的にお答えをいただく、そのことが
この森友問題に関する疑惑を解明し、そしてこの事態を収束させていく、まあ、そのためには必須のことではないかと考えておるわけでございます。ぜひ誠実な答弁をよろしくお願いをしたいと思います。午前中参議院の方で、2時間余り質疑がございました。我が党の丸川珠代議員の質問に対しまして、佐川さんが答弁をされました。少し紹介をさせていただきたいと思います。まず書き換えの指示について、安倍総理夫人、総理秘書官、さらには官房長官、官房副長官、総理補佐官、その他の官邸関係者から指示があったかという質問に対しまして、明快に否定をされておられました。また、麻生大臣、あるいは麻生大臣秘書官、そして財務省内で次官、官房長など、大臣官房や他局の幹部からの指示があったか、そういう質問にも明快に否定されておられました。そして、貸付契約および売買契約への関与という項目に関しまして、安倍総理や総理夫人からの指示、あるいは総理秘書官や官房長官、官房副長官、総理補佐官、その他の官邸関係者からの指示があったか、まあ、この質問にも明快に否定をされたわけでございます。そしてもう一つ、総理夫人が名誉校長であることで、貸付契約や売買契約に何か影響を与えたかとの質問にも、そういう影響はなかった、そのように答弁されたと思いますが、間違いございませんか。佐川君、佐川証人。間違いございません。石田君。委員長。さて、今回のこの書き換えの問題というのは、私は2つの面があると思うんです。一つはやっぱり書き換えということでありまして、まあ、これは私も聞いたときにはびっくりしました。あってはならないことがあった、まさしく行政全般に対する信頼、あるいは政治に対する信頼、国会に対する信頼、そういうものをすべて失うようなことになりますし、民主主義の根幹を揺るがす、まあ、そういうような大きな問題であったというふうに思います。この書き換えについて、今、捜査中ということで、いろいろ答えられないというご発言がございましたけれども、いずれその真相はですね、明らかにして、そしてその再発防止、どうやっていけばいいのか、これはみんなでしっかり考えていかなければならない課題だというふうに思っております。この書き換えの問題ということ、このこと、そのこと自体が、私は非常に問題だというふうに思いますが、もう一つの面は、書き換えによって削除された部分があるわけであります。その部分によって何が隠されたのか、まあ、そのことについても非常に重要であります。私は今朝の参議院での質問、そして時間の配分の問題もございますので、この2つ目の書き換えによって何が隠されていたのか、そういう点から見ていきたいというふうに思います。主に書き換えられた決裁文書は3種類ございました。主にですね、全部で14ですけれども、主には。まずは貸付決裁書、それから売払決議書、貸付決議書ですね、それから売払決議書、それから特例承認の決裁文書の3種類であります。私はこの森友問題には大きく分けて2つのステージがあった、そのように考えております。第一のステージっていうのは、土地の貸し付けを行うための交渉でありました。時期的に申し上げますと、平成25年の6月から平成27年の4月頃まででありまして、このために必要であった文書は、特例承認の決裁文書と貸し付け決議書であります。それでよろしいですね。佐川証人。大きく2つのステージということで、最初のところは特例承認と貸し付けということでございます。委員長。石田君。その後状況が大きく変化をいたしまして、第二のステージになるわけでありますけれども、時期的には平成28年の3月以降ということになります。
ここでは貸し付けから売り払いに変わります。そのために必要であった文書は売り払い決議書でございます。それでよろしいですね。佐川証人。それで結構でございます。石田君。以下それぞれについて時系列に沿ってですね、丁寧に見ていきたいというふうに思います。まず資料を見ていただきたいし、パネルも見ていただきたいんですが、貸付決議書を見てみますと、この中で大きく書き換えられた、書き換え、あるいは削除されたというのは、事案の経緯という項目でございました。これを見ていきたいと思います。まず、ことの始めはですね、平成25年6月28日、籠池理事長、財務局に来所されまして、本地の取得を検討している、そういうことを言われたと。そのことからことは始まっているわけであります。そして平成25年8月21日、この部分が非常に重要ですので読ませていただきたいと思いますが、森友学園理事長が大阪航空局に来所、財務局同席、本件土地については学校経営が安定する平成35年3月頃までは貸し付けを受け、その後購入することを希望している旨を聴取、対応方針について大阪航空局から現行の国有財産制度で対応できるのであれば貸し付けを検討してもらいたいとの意向が出され、本省理財局に相談の結果、貸し付けを検討する対応方針が指示されるということが平成25年8月21日の記述でございます。ただこれは貸付決議書には載ってございませんでした。削除されていたわけであります。そしてその後平成25年の9月2日、用地の取得等要望書を提出を籠池さんの方はされました。そしてそれを受けて平成25年9月12日大阪府の私学大学科を訪問し、今後の連携について近畿財務局が要請をした。まさしく以降交渉が始まったわけで、ございます。こういう経過でよろしいですか。佐川証人。大変恐縮でございますが、その書き換えが行われました決裁文書の文書についてはご答弁を控えさせていただきますが、今の事実関係について私が昨年ご答弁をしたものに基づいて申し上げますと、今委員がおっしゃられたように25年の6月に公的取得要望というものを近畿財務局が出して、それで9月2日に先方がその要望書を出してきて、それ以降そういう手続きが始まるというのはその通りでございます。はい、委員長。石田君。以上、その通りだというお話をいただきましたが、そうなりますとすでにですね、先ほど読み上げました平成25年8月21日の時点で、森友側と近畿財務局、大阪航空局とで協議が行われ、売り払いを前提としてした貸し付けを行うという方針が決定されていたことになります。以降の協議はこの方針の下で行われたと考えてよいのか、佐川さんはこのことについてどのように認識されておられましたか。佐川証人。これも恐縮でございますが、今の委員が引きられたところはこの書き換えられた決裁文書の話ですので、これについてはコメントを避けますが、昨年 の答弁について申し上げますと、先方が9月の2日に取得要望書を持ってきたときには、もうすでに私どもに近畿財務局に貸し付けを前提にして、もちろんその最後は売り払いなんですけど、8年半ほど貸してもらってその後買うという、そういう要望を持ってきたということでございます。委員長。石田君。おおむねお認めをいただいたと思いますが、その後ですね、籠池さんが、この下に、ありますけれども、平成26年4月28日に、総理夫人に関する発言をしたことが、これは貸付決議書ではなしに、特例承認の決裁文書に記載されているわけであります。午前中も質問があってお答えをいただきましたが、改めて、特例承認という用語、特別な配慮したんではないか。そういう国民の皆さんの中に疑念もございますので、特例承認の意味、そして今回の決裁について、お答えをいただきたいと思います。佐川証人。
昨年、衆議院の委員会だったと思いますが、私は特例承認の意味についてご説明を申し上げました。普通我々は売り払い、国有地は売り払いが原則でございますが、貸し付ける場合もございます。その場合、まあ、例えばですが、市町村で予算が通らないので何年か貸し付けていただいて、その後買うといったようなケースもございます。そういう意味では比較的短期間を貸し付けるということが通達に書いてございまして、3年と書いてございます。ただこれによらない場合には本省の承認を得て行うということで、特例承認通達というふうに部内で呼んでおりましたが、そこでこの案件は必ず買ってもらうということで、事業用の定期借地契約というものを結ぶことで必ず買ってもらうことを担保しようと当時いたしました。それは法令上そうした事業用定期借地契約は10年が最低期間でございました。従いまして3年 の貸付期間という通達には当てはまらないわけでございまして、それは本省の承認がいると、そして特例承認の申請が近畿財務局から上がり、本省においてその特例承認をしたというのが経緯でございます。委員長。石田君。特例承認という言葉は誤解を生みやすいんですけれども、特別な配慮とかそういうことではないということで、ございます。そこでですね、先ほど申し上げましたように、平成25年8月21日に方針が決定されて以降、交渉が始まっているわけですけれども、そのような中で先ほど申し上げました、平成26年4月28日に、交渉開始から8ヶ月も経った時期の、籠池氏の総理夫人に関する発言ですね、これはその後の協議に関係したと思われますか。佐賀さんのご認識を聞かせていただきたいと思います。承認、佐賀信久君。今の委員が読まれたところは書き換え前の決裁文書の記述ということでございますので、その点についてはコメントを差し控えさせていただきますが、私が昨年この国会で、ずっと答弁をするにあたって局内で、いろんなものを見て、部内からいろんなものの話を聞いて、それで、貸付の契約、売り払いの契約について、答弁をしたわけですが、その経緯の中で、総理夫人の影響があったというふうには思っておりません。委員長。石田正俊君。籠池さんの発言がその後の交渉に、影響を与えたことはなかったということをお答えをいただいたわけであります。それでは次にその後の経過というものを見てまいりたいと思います。少し、飛びますけれども、その後交渉が重ねられまして、平成27年の1月27日大阪府私学審議会において条件付きで、認可適当の答申が出されました。そして、2月10日には国有財産近畿地方審議会において、処理適当の、答申が出されたところであります。それを受けまして、財務局は貸付料の見積もり合わせを森友側と実施をいたしましたが、実に3回不調になっているわけであります。そういう経過の中で、3月26日、森友側からボーリング調査結果に基づき貸付料の減額と杭工事等の工事費負担を要請をされる、そういうことが行われました。その後検討された上でボーリング調査結果に基づき貸付料の修正を検討するということで、4月の28日には再評価に基づく貸付料の見積もり合わせを実施し合意に至るというふうな経過があったわけでございます。以上のような経過の中で、別途もう一枚のパネル、今のは貸付決議書ですが、これは特別承認の決裁文書でございます。ここには1月8日の産経新聞のインターネット記事に総理夫人のことが出ていた、あるいは1月15日から2月16日にかけて複数の政治家がから森友学園に示された概算貸付料が高額であり何とかならないかとの問い合わせがあったということでございます。それに対しまして財務省は財務省の法律に基づき適正な価格を算出する必要があるため、価格についてはどうにもならないことなどを説明したということが記載されておりまして、これは各政治家のところに書いているわけです。一貫してこういう立場を財務省は貫いている
ということで、ございます。まあ、実際ですね、強力な圧力があったなら3回も不調になることはまあないというふうに思いますけれども、まあ、以上申し上げたようなことから、ここでも、総理夫人や政治家が貸し付けに関わった、まあ、そういうことについて佐川氏はどのように考えておられますか。佐川証人。再三で恐縮ございますが、今委員が読まれたのは、書き換えが行われた決裁文書でございますので、そこについては、答弁を差し控えさせていただきますが、昨年の答弁に基づいてお答えを申し上げますと、貸し付けの契約につきましては、最初に不動産鑑定にかけた価格で、その後森友学園側がボーリング調査を行った結果、地盤のことについての、説明があったので、再度まさに不動産鑑定で客観的な価格を出して、それで基づいて貸し付け契約を行ったということでございますので、いずれにしても価格につきましては不動産鑑定士における価格に基づいて契約をしたということでございます。委員長。石田君。はい、ここに書かれているように、まあ、圧力で、変わったということではないというふうに理解したいと思います。ちなみにですね、話題になっております総理夫人谷さんより、総理夫人付きですね、谷さんより籠池さんに平成27年の11月17日付のファックスが送られた件で、ございます。これは、谷さん宛てに、籠池氏のが手紙を出され、それに対する回答ということで、ございます。まあ、そして内容はですね、大変恐縮ながら国側の事情もあり、現状ではご希望に沿うことはできないようでございますと、まあ、いうようないくつか細かいことをずっと書いてますけれども、結果的にはゼロ回答でありました。もう一つですね、この、手紙のやり取りがあったのは、平成27年の11月前後でございますけれども、先ほど来申し上げましたように、貸付料はもうすでにですね、平成27年の5月に決着をしていたわけであります。ですから、私は、この貸付料についてですね、その総理夫人あるいは総理夫人付きの谷さんの影響があったとはいうふうには思っておりませんけれども、午前中の質疑で、総理夫人付きの谷さんと田村室長のやり取りは電話でのやり取りのみだとの趣旨の証言をされましたが、谷さんと理財局関係者とのやり取りは貸付契約後に行ったこの1回だけなのか、貸付前も含めて何度もやり取りがあったわけでは あったわけではないということでよいのか、お聞かせいただきたいと思います。佐川証人。その谷さんから田村室長に連絡をした後のそのファックスの話は昨年も国会でご議論になりまして、私は、その時の谷さんと田村室長とのその電話とのやり取りについて、室長にヒアリングを行いました、報告を求めました。でその時の田村室長の話では、その時一回限りということでございました。はい、以上。石田君。念のため、もう一度お伺いしますけれども、その後のですね、売り払いの際も含めて、谷さんからの影響は一切なかったと理解してよろしいですか。佐川証人。私が昨年、ずっと局内で聞いてご答弁、まあ、この国会でご答弁をしたという中では、もうその1回限りという理解でございます。石田君。貸付に関わってですね、もう一つ疑問が呈せられていることがあります。それは先ほどの見ていただいても、森友側からですね、ボーリングの調査結果、これについての指摘があり、当初貸付料が3285万円だったものが2725万円に、減額されているわけであります。まあ、公表されている法律相談文書、これは財務省の法律相談、財務局ですかね、法律相談文書では主従検討されているようですが、なぜ減額されたのか、お聞かせをいただきたいと思います。佐川証人。お願いします。その法務部門との内部文書については、ちょっと私が理財局長終わった後の話でございますので、ちょっと詳しいことは承知してございませんが、その時に、その先方が
豊中市との間でのその開発協議を先行するためにボーリング調査を事前に行っておりまして、その結果について、軟弱地盤だということを申し上げ、あの先方が言ってきて、それでその財務局としては、そういうことであれば客観的にもう一度不動産鑑定価格にかけましょうというふうにして2回目の不動産鑑定価格をやった結果、貸付料が下がったというふうに理解してございます。委員長、石田君。まあ、以上が貸付契約に関するものであります。まあ、これといったですね、疑念を抱かせるようなことがなかったというふうに思います。さて次にですね、今申し上げたのは第一ステージということを申し上げましたけれども、顛末でありですね、このままあの工事が進んでいれば何も問題なくですね、小学校は建設されていたはずですね。いかがですか。佐川証人。当時、最初その学校に使用するのを28年3月末までにというのを一度延長しまして29年の3月末までということになっておりまして、そういう意味では29年の3月末29年の4月の開校に向けて準備を進めていたというふうに認識でございます。委員長、石田君。ところがですね、平成28年3月新たなゴミが発見されたことで第二ステージが始まったということになるわけであります。これはこれに関してはこの売り払い決議書でございます。少しですね重要なので読ませていただきたいと思います。本件売り払いに至る経緯について、1番、大阪航空局が行った事前調査により本地には土壌汚染及びコンクリート殻等の地下埋設物の存在が判明しており、国はこれらの状況を学園に説明し関係資料を交付した上で貸付契約及び売買予約契約を締結している。が赤字のところですね、学園が校舎建設工事に着手したところ、平成28年3月に国が事前に学園に交付した資料では想定しえないレベルの生活ごみ等の地下埋設物が発見された。2番目、学園の代理人弁護士からは本地は小学校を運営するという目的を達成できない土地であるとして、小学校建設の工期が遅延しないよう国による即座のごみ撤去が要請されたが、大阪航空局は予算が確保できていない等の理由から、即座の対応は困難である旨を学園に回答した。3番、これを受けて学園の代理人弁護士から、本来は国に対して損害賠償請求を行うべきものと考えているが、現実的な問題解決策として早期の土地買い受けによる処理案が提案された。具体的には国が本地の現状を踏まえた鑑定評価による売り払い価格を示し、学園はその金額が納得できれば本地に関する今後の損害賠償等を行わないとする条件で売買契約を締結するという提案であった。4番目、学園の提案に応じなかった場合損害賠償に発展するとともに、小学校建設の中止に、建設の中止によるさらなる問題発生の可能性があることを含めて、当局及び大阪航空局にて処理方針を検討した結果、学園の提案に応じて鑑定評価を行い、価格提示を行うこととしたものである。なお、国と学園が締結している定期借地契約は、学園は借地期間内のいつでも本件土地を国から買い受けることができると想定している。まあ、このように、売り払い決議書の中にあるわけで、ございます。すなわち、10年間の貸付後、売り払うというものが一転して、売り払いに大転換が行われたのがこの時期であったわけであります。それでよろしいですね。佐川証人。委員が今言われた文書については答弁差し控えますが、事実関係としてはもうまさに28年3月11日に新たなごみが出てきて、この状態では1年後の開校が危ぶまれるということでございまして、本来なら国がそのごみを除去して先方に売るという手もあったんでございますけれども、それでは入札等時間がかかって間に合わないということで、先方がもうそのまま、撤去費用を控除した値段で買い受けるという、そういう経緯でございました。委員長、石田君。これは森友側がですね、損害賠償請求も辞さない姿勢を見せる一方で、近畿財務局と大阪航空局は、損害賠償請求と
学校建設中止によるさらなる問題の発生を懸念したことで、早期に売却による抜本的解決を図ったものと思われますが、それでよろしいですか。佐川証人。昨年も答弁申し上げましたが、損害賠償請求のところは、当局側もずいぶん意識をしておりまして、そのために、先方に、除去費用を控除して売るにあたっては、今後一切国が、貸し担保責任を負わないという、その免除特約条項をつけるということも含めまして、当時の売り払いの契約を結んだ次第でございます。委員長。石田君。そしてこの間ですね、実は昨日の毎日新聞のコラム、風致草で、指摘されているようなことがあったようでございます。見ていただきたいんですが、平成28年3月16日の、籠池夫妻が、業者や財務局職員らと話し合った音声データ、それによりますと、交渉全編を貫く主題は籠池夫妻による財務局の糾弾であり、前理事長は業者の記録、このパネルでございますけれども、これは昨春ですね、河野池参議院議員事務所から、出たものでありまして、籠池前理事長はですね、業者の記録を読み上げ、ゴミの不法投棄に加担した財務局の民事上、刑事上の責任を厳しく追及したとあります。このようなこともあり、交渉を境に急転をいたしまして、3ヶ月後に払い下げられました。佐川さんはこの状況の変化についてどう認識されていますか。佐川証人。まず籠池理事長夫妻が財務省に来たというのは事実でございまして、そこで私ども その心理室長が対応したと。で、その結果どうだという報告を室長に当時の国会のご議論を求めまして、そこについてはもうとにかくこの新しいゴミができて学校建設間に合わないではないかと、なんとか早く対応してほしいと強く言われて、室長の方からとにかく現場近畿財務局と大阪公局できちんと対応するように言うということを申し上げたと。ただそれ以外のその音声データの話については相当先方の国際からいろいろ言われて、ちょっとそのどういうふうに言われたかもよくわからないことでしたというのが室長の私に対する報告でございました。いずれにしても早い対応ということで、財務局側と航空局で一生懸命やったということだと思います。委員長。石田君。この森友問題ですね、当初からの国有地が 8億円も安く売却されたことについての国民の疑念があるということであります。それはまさしく一点売り払いに転じてからの協議の中で決定されていったものであって、経緯から見てみますと、よくですね、総理夫人とか政治家の関与があったのではないかという疑念があるわけですけれども、佐川さんはどう認識されていますか。佐川証人。これはそういう3月にまず新たなごみが出てきて、まさにその国の方の瑕疵でございますので、なんとか対応しなくちゃいけないということで、まず最初に、大阪航空局においてその専門的な知見を持って、ごみの撤去費用を算定したわけでございます。その後に不動産鑑定にかけて、更地の価格を出したということでございまして、その結果として、9.6 億という不動産鑑定から、大阪航空局が先に出した 8.2 億を引いた金額が、売り払い価格の 1.3 億だったと、こういうことでございます。石田君。問題はですね、このごみの処理費用、これが適切であったかどうかということになるわけであります。ごみの処理費用の算定についてですね、3月16日付の朝日新聞では、業者が偽の報告書を書かされた、そのように報じられているわけでありますが、同じ記事の中で、その同じ業者さんが、全体のごみ撤去費として約9億6000万円と試算しているということも書いているわけであります。また、近隣の豊中市の給食センター用地、これも同じような状況の中で、豊中市に売り払われたものでありますけれども、この用地は森友学園用地よりも面積が小さいにもかかわらず、今言われております埋設物の撤去費用は14億6000万円、そのように言われているわけであります。いずれにしても算定方法は違いますけれども、この大阪航空局絡みの一連の土地のごみ処理費用というのは、
この程度の巨額の費用を必要としたのも事実ではないかと思いますが、佐川さんのご見解をお聞かせいただきたいと思います。佐川証人。ゴミの撤去費用の積算に関しましては、私としては専門的知見がございませんので、そこは大阪航空局が工事積算基準といったようなものを用いて、きちんと算定したというふうに私は理解しております。石田君。さて、以上のように見てまいりますとですね、このゴミ、新しいゴミが出てからの交渉、そういう中で、まず総理夫人や政治家の関与というのはなかったということであります。それではどういうことだったのかということを考えますと、小学校建設という公共性のため、そして国有財産の早期売却のためにですね、籠池さんという、ずっと経過見てみますと、本当にタフネゴシエーターだというふうに思いますけれども、その方を相手にして、新たなゴミがというような想定外の課題に直面しながら、現場ではですね、ミスもありながら、本当に苦労されたこともよくわかるわけであります。ただしかし、そうであるならば、なぜ決裁文書のこれまでの経緯や売り払いに至る経緯について、ほとんどの部分を削除したのか、理解に苦しみます。これは答弁をお願いしても答えていただけないかも分かりませんが、何か思うことがあったらおっしゃっていただきたいと思います。佐川証人。大変恐縮ですが、最後の部分は委員のおっしゃる通りで答弁は差し控えさせていただきますが、最初の部分につきましては、ご理解賜りたいと思うのは、国有財産部局にとっては、やはり国有財産の有効利用、その中でも国有地を売却していくというのは大きな仕事でございまして、本件のような土壌汚染とか廃棄物が入っているようなものを、公共用の小学校として売るというのは大変難しい案件だったろうというふうに思います。そういう中で、さまざまなことが起きる中で、そういう担当の職員の方は、大変その工夫をし、苦労をしながらぎりぎりの対応していたということが私の理解でございますので、そこについてはぜひご理解を賜りたいというふうに思っております。石田君。この最後のですね、売り払いに関わる経緯についても、今見てきたわけでありますけれども、これを含めてですね、この森友問題、一刻も早く事実が明らかになってですね、この国会で前向きな議論ができるような、そういう状況にしていただきたい、そのためには佐川さんにもですね、しっかり対応していただきたいなというふうに思います。それで先ほど申し上げましたように、これにはもう一面この問題にはありまして、書き換え問題にはあって、書き換えそのものですね、書き換えそのもの、やはりこれはですね、先ほども申し上げましたけれども、本当に言語道断ということになるわけでありまして、私はあえて申し上げれば、これは東芝の問題もありましたし、あるいはデータ改ざん等々もありました。本当に今倫理的な大敗ではないか。やはり職業意識、職業倫理、職業規範、そういうものについて、もう一度ですね、我々日本国全体で厳しく律していかなければいけない、そういう時を迎えているんではないか、そういうふうに思います。時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて石田君の発言は終了いたしました。次に竹内譲君。竹内君。公明党の竹内譲でございます。今回の約300箇所にも及ぶ決裁文書の書き換え問題は、行政への信頼を根底から覆す前代未聞の不祥事であります。また国権の最高機関である国会を愚弄し、民主主義の根幹を揺るがす事態を招いており、断じて許されるものではありません。私もかつては財務大臣政務官を務めた経験もあり、財務省がまさかこんなことはしていないだろうと信じていただけに、裏切られた思いであり、極めて残念であると言わざるを得ません。本件は何としても真相究明を行う必要があり、佐川証人には正直に答えていただきたいと思います。まず改めての確認でありますが、麻生大臣は3月20日の参議院の予算委員会でも、
当時の理財局の一部の職員により行われたものと、そしてまた当時の理財局の最終責任者を務めていたのは佐川前長官であると、そして前長官の関与の度合いが大きかったというふうのではないかと述べておられます。太田現理財局長も同様の趣旨を述べています。これに対して改めて関与の度合いが大きかったことをお認めになりますか。承認、佐川信久君。この理財局の決裁文書の書き換えにつきましては、まさに今現場の個別の案件でありまして、理財局が行ったものであります。従いましてその点については当時の局長として本当に申し訳ないというふうに思っておりますが、その私の関与というお話になりますれば、これは私自身が告発をされてこの書き換えの問題においても捜査の対象となっているということでありますので、その件につきましては刑事訴追の恐れがありますので、どうかご答弁については差し控えさせていただきたいと思いますので、ご容赦願いたいと思います。竹内君。報道毎日新聞の3月25日によれば、財務省が同省近畿財務局に改ざんを指示するメールを送ってきたことが分かったと。大阪地検特捜部はメールを入手し内容を精査していると。複数の同省職員は特捜部の任意の事情聴取に指示を認め、国会対策のためなどと話していると言うと。さらにまた本省や財務局の職員は事情聴取に昨年2月から4月に本省の指示で書き換え、佐川氏の国会答弁と整合性を取るためだったと説明していると。特捜部は今月7日に自殺した財務局の職員からも以前に事情を聞いていたとしております。この記事は知っていますか。佐川証人。申し訳ありません、ちょっと個別にその記事をどう読んだかというのはちょっと覚えてございません、すいません。竹内君。覚えていないのか知らないのか。佐川証人。最近正直申しますとテレビのニュースとは見てるんでございますが、あまり新聞は読んでおりませんので、知らないといった方が正確かもしれません。委員長。竹内君。改めてお聞きいたしますが、今回の書き換えを命令したのは佐川証人ですか。佐川証人。大変恐縮でございますが、この決裁文書の書き換えに至る経緯等につきましては、刑事訴追の恐れがありますので、答弁を差し控えさせていただきたいというふうに思います。竹内君。部下からの書き換えの提案があってそれを了承したんでしょうか。佐川証人。たびたびで大変恐縮ございますが、そういう一連のその経緯のお話につきましてはご答弁ができないということでご容赦願いたいというふうに。竹内君。再度念のため確認をしておきますが、書き換えについて、財務省以外の第三者からの指示はなかったと。そしてまた書き換えについて政治家からの指示もなかったと。さらにまた書き換えについてこの理財局以外の財務省の誰かに相談したこともなかった。また財務省以外の誰かに相談したこともなかったというふうに先ほどから答弁を理解しておりますが、それでよろしいか。佐川証人。この個別案件、現場における個別の案件でございますので、こういうことに対して資料対応できるのはこれも理財局だけでございまして、今委員のご指摘のような、例えばそのどっか政治の世界とか大臣とか官邸とかというところからの指示がありますれば、それは必ず私は理財局長でございましたので、私のところに必ず報告が上がってくる、あるいは直接であれば当然私のところにその連絡が来るということでございますので、昨年そういうことはございませんでしたので、そういうふうに申し上げております。竹内君。今回の問題に関連してですね、3月7日にですね、近畿財務局の職員が自殺されているわけであります。で、3月15日には NHK がです、19時からの全国ニュースで遺書の内容を報じているんですね。決裁調書の部分が詳しすぎると言われ上司に書き直させられたと。
勝手にやったのではなく財務省からの指示があったと、このままでは自分一人の責任にされてしまうなどの文言が並んでいたと NHK は報じています。この報道につきまして、どのように感じていますか。佐川証人。財務局の職員が、亡くなられた話は、私が国税庁長官を辞任をいたしました、9日の金曜日の日にニュースで、知りました。大変残念でございまして、本当に心よりご冥福を祈りたいというふうに思っております。ただ、その NHK の報道でございましょうか、その報道で、その亡くなられた方の遺書というお話でございますれば、私はその方がその亡くなられた経緯等々について一切承知しておりませんので、その点につきまして何か申し述べることはできない、申し述べられないということでございますので、ご理解賜りたいというふうに。竹内君。残念で冥福をお祈りするという言葉はありましたが、しかしこの方は相当この本省とのですね、実務的なやり取りをしていたというふうに言われてますね。本当に申し訳ないの一言ぐらいないんですか。佐川証人。その理財局、本省の理財局とその近畿財務局との間で、もし仮に、ちょっと私は本当の事実関係は承知しないと思いますが、もし仮にそういうその連絡、その担当の職員であられたということであって、もし仮にそういうことということであれば、それはその理財局としてこういう決裁文書の書き換えをしたということにつながるということでありますれば、それは本当に申し訳ないことだというふうに思います。竹内君。そこでお聞きいたしますが、あなたは決裁文書、書き換え前の決裁文書は見たことはありますか。佐川証人。決裁文書の書き換えられた決裁文書について、書き換える前、書き換えの後、それをその見たのか見ないのか、いつ見たのか、どう認識したのかというのは、まさに今その捜査が行われている対象でございまして、そこにつきましてはぜひ刑事訴追の恐れもございますので、ご答弁を控えさせていただきたいというふうに思います。竹内君。これは最も基本的なですね、認識に関わる問題でありまして、私は刑事訴追を受ける可能性があるのでお答えができないというのは、私はこれはですね、事実上見たということだと、これは私の考えでありますが、あるということだと思います。で、そこで先ほどからのですね、私どもの横山参議院議員の質問のときにですね、一般論ではとしてですが、として佐賀前長官がですね、証人が政治家などの名前がこの決裁文書に書かれていることに関して、政治的な問い合わせに関する記述がどこまで必要だったのか、私としてはよくわからないという答弁されています。そしてまた先ほどの横浜さんの質問の中でですね、この資料の確認を怠った点お詫びをいたしますと、当時不眠不休で局内騒然としていたということで、資料の確認を怠った点をお詫びいたしますというふうにおっしゃってるんですね。このような答弁から推測するとですね、やはりあなたは後でですね、この決裁文書を確認したんじゃないんですか。そのように推測されますけれども、いかがですか。佐川証人。今2点ご質問がありまして、その最後のその資料の確認というのは、私が先ほど申し上げたのは、交渉記録について、財務省の文書管理規定をお答えただけということで、について、お詫びを申し上げたのが後半の話でございます。それから前段の話は、その横山先生、委員とのお話は、契約というものは貸し付けも売却もでございますが、
不動産鑑定士にかけて、きちんとその価格に基づいて契約をしているわけでございますので、そういうその何か、政治のその話を書くことは必要と思うかどうかというようなお話であれば、まあ、そこまでその契約の経緯としてどうかというようなことを一般論として申し上げたということでございます。委員長、竹内君。まあ、一般論というのは非常に微妙な言い方でありますが、これは私の推測なんですが、まあ、あなたはどこかでこの決裁書き換え前の決裁文書をご覧になったと思うんですね。これは私の推測ですけれども、そして、おそらく自分の答弁との違いに驚いてですね、大変部下との間で揉めたんじゃないかというふうに思うんですよ。そして、まあ、あなたは相当厳しい上司であったようでありますけれども、部下にですね、まあ、ある意味この責任を誰が取るんだとか、あるいは責任を取れと言わんばかりのですね、怒りを激しくぶつけたのではないかと、このように私は思うんですが、いかがですか。佐川証人。大変恐縮でございますが、その委員の思いというのを今お聞きしましたけれども、そこについてちょっと答弁を差し控えさせていただきます。竹内君。控えるということは、まあ非常に機微に当たる部分だろうと私は思うんですね。で、まあ、先ほどの答弁の中でも現場のさまざまな情報につきましては、朝上がってきた答弁を読み込んでいたという、まあ、実態がありますよね。で、現場を知らなければ指示ができないということでですね、私はまあこの現場のことを一番よく知っているあなたの部下たちがですね、佐賀局長を忖度したんではないかなと、そういう部分があったんじゃないかなというふうに私は思うんですね。そういうことがですね、今回の、まあ、書き換えにつながりですね、それを黙認していったのではないかなと、了承していったのか、まあ、そこは本当のところは分かりませんけれどもね、そういう推測を私はしておりますが、これに対してどう思いますか。佐賀証人。いずれにしても先ほどからの委員のご指摘は、私がその書き換えが行われた決裁文書にどう関与してきたかという話題そのものでございますので、まさにそれはもう刑事訴追の恐れがある話でございますので、答弁を控えさせていただきたいというふうに思います。委員長。竹内君。それでは、昨年の5月8日以降にですね、国会に提出した決裁文書ですね、これは参議院の予算委員会理事会で、この要求された資料でありまして、昨年5月以降ですね、順次出されているわけでありますが、この国会に提出した決裁文書がですね、書き換え後のものであることを知っていましたか。佐川証人。その決裁文書がその書き換え前、書き換え後のその認識そのものに関わるお話でございますので、これも刑事訴追の恐れがありますので、答弁を控えさせていただきたいというふうに思います。竹内君。まあ、これは通常、どう考えても、まあ、知っていなければなりませんよね。まあ、どういうものが出されてくるか、それはもう参議院の理事会で要求された話でありますし、委員としてですね、しかも、当然その時の担当局長でありますから、国会にどういう文書を出すか全く知らないでですね、この出すと了承するということはありえないですね、まずね。だから、まあ少なくとも書き換え後のものは見ていたということは間違いないと私は思います。合理的な推測だと思います。そして、次にですね、まあ現太田理財局長がですね、まあ2月聴取、職員から聴取した結果として、2月下旬から4月にかけて、こういうことをしてしまったと、2月から3月までのそれまでの国会答弁が誤解を受けないようにということで、佐川局長がですね、やらざるを得なかったと、関与の度合いが大きかったというふうに答弁されています。そして、太田理財局長は答弁が先か、書き換えが先かと問われて、どちらかと言われれば、それは答弁が先だという認識をしておりますと。こういう答弁があります。やはり再度お聞きいたしますが、事実は佐川氏の証人の国会答弁が詐欺であって、それが誤解を受けないように、
決裁文書を書き換えていったということでしょうか。佐川証人。現職の理財局長がそういう答弁をしているということは承知をしてございますが、財務省の調査に基づいて答弁をされているということでございまして、私、その調査について、中身承知でございませんので、財務省の答弁についてはコメントをする立場ではございません。いずれにしても、その決裁文書の書き換えの行為そのものについての経緯ということについてのお尋ねでございますので、それはもうまさに今、捜査をされている対象でございますので、刑事訴追の恐れということでございまして、答弁を差し控えさせていただきたいというふうに思います。竹内君。否定 をしなければですね、否定をされていないということでありますので、これはおそらくおおむね正しいんだろうというふうに推測されるわけですね。さてそこで証人はですね、昨年3月2日の参議院予算委員会等でですね、政治家の事務所を含めて外部からの問い合わせは多数あるが個別の記録は残されていない旨の答弁をされておられます。しかし書き換え前の決裁文書はですね、明らかに昭恵夫人を含めて10人もの政治家の名前が書かれているわけであります。答弁は明らかに事実と異なる答弁をしたことになりますが、この点はお認めになりますか。佐川証人。今、委員ご指摘のとおり、私は昨年の答弁で、個別の記録が残っておりませんので、そういうの、どういうその問い合わせがあったのかということについては承知しておりませんという答弁をしたのは間違いございません。それで今、委員がご指摘のように、その書き換え前のその文書の経緯には、そういうことが書かれているというのは、今回、財務省が提出しましたところに書かれているということでございます。そうしますと、それは私がその書き換えが行われた決裁文書について、いつ認識したかという問題そのものでございますので、そういう意味で、今、私はその刑事訴追の可能性という話、可能性がございますので、その点についての答弁も控えさせていただきたいというふうに思います。竹内君。一応ちょっと念のために聞きますが、いつ認識したかというのは2月24日の衆議院の予算委員会の前でしたか後でしたか。佐川証人。今申し上げましたように、そのいつ認識したかということがその決裁文書の書き換えられた決裁文書に関わる問題そのものでございますので、そこについてお答弁を差し控えさせていただきたいというふうに申し上げているわけでございます。竹内君。非常に重要な点であります、この点が。そこでですね、私どもからも再度確認をしておきたいんですが、昨年2月17日の衆議院予算委員会で安倍総理は、私や妻がもし関わっていたとすれば総理大臣は辞めるという発言がありました。このことは、今回の書き換えにどう影響しているのか、この発言があったから書き換えを決断したのでしょうか。佐川証人。総理の発言につきましては、私もこの予算委員会の場におりましたので、聞いておりましたが、私は総理の答弁がある前、後ろで私の答弁を書いたということはございません。竹内君。委員長。この答弁は影響してないとおっしゃる、そういう意味ですね。佐川証人。私の答弁に影響しておりません。委員長。竹内君。佐川証人はご自分の性格はどのような性格だと思いますか。私がお見受けするところ、非常に几帳面、完璧主義、非常に能力は高いのでのことは当然だと思いますが、そういうふうにお見受けいたしますが、少し融通が効くのかどうか、その辺はどうかなとお見受けするんですが、ご自分ではどういうふうに分析されてますか。佐川証人。人格とかそういうものについての自己評価というのは大変難しいございますので、その点についてはやっぱり他人の評価ということだろうというふうに思っております。委員長。竹内君。本件の土地の売り払いにあたりましてですね、近畿財務局と大阪航空局が森友学園側にですね、
特段の配慮をして、この売却価格が約1億3400万となるように調整をしたというような、そういう認識はありますか。佐川証人。この売却につきましては、先ほども申し上げましたが、まず最初に大阪航空局がその専門的な知見に基づいて、ゴミの廃棄物の撤去費を算定して、その後で不動産の鑑定にかけて更地の価格を出して、その結果としての 1.3 億ということでございましたので、それは不動産鑑定価格の結果として売却価格が出たというふうに思っております。竹内君。この経緯は私もね、特別国会でよく質問したんでね、相当よく分かってるんですよ。その上でお聞きしてるんですね。しかし非常にここは闇の中なんです。実は、この今回の理財局でやったと書き換えはいうことはお認めになっているわけでありますから、当然最大の責任者は佐賀局長、それは認めますね。誰よりも理財局の中では最も責任が大きいということはお認めになりますね。佐川証人。もう理財局長でありました私の責任でございます。竹内君。今回の書き換えに複数の職員の方々やですね、部下たちの方々ですね、そういう方々が関わっておられるわけであります。そういう意味であなたはですね、部下たちへ何かメッセージありますか。佐川証人。決裁文書の書き換えの問題の有無等にまさに関わる話でございますので、その点も当然引かせていただきたいと思います。竹内君。ちょっともう一度はっきりと述べてください。ちょっと聞き取りにくかったんですが。佐川証人。今の委員のご指摘は、その複数の職員が関わったとか、そういうお話でございましたので、この決裁文書の書き換え問題のまさに経緯そのもの、誰がどういう経緯でどう行ったのかということでございますので、そういう意味で、私自身が今、捜査を受けている身でございまして、刑事訴追の恐れもあるということでございますので、その誰がどう関わったかということにつきましてのご答弁を差し控えさせていただきたいというふうに申し上げてございます。委員長。竹内君。私は、あなたが最大の責任者とお認めになったし、それで、理財局の中で行われたということだから、やはり組織としてですね、理財局の組織として、その長としてですね、やはり部下に迷惑をかけたんじゃないかと、やはりその関与の仕方は分かりませんけれども、やはりそこは大変迷惑をかけたと申し訳ないというぐらいの一言はないんですか。佐川証人。書き換え問題そのものについては、もうまさに理財局長としての責任でございますので、その点理財局長として申し訳ないと思っております。高木委員長。竹内君。近畿財務局の方々にもですね、私は一言欲しいと思うんですね。やはり相当、私どもの情報でもですね、近畿財務局と本省との間で激しいやり取りがあったと、相当揉めたということを承知しております。そういう意味ではですね、近畿財務局の方々に対してもですね、きちっとしたお言葉をいただきたいと思います。いかがですか。佐川証人。今回の決裁文書の書き換えにつきましては、それはもうまさに、理財局の当時の責任者として本当に、申し訳ないというふうに思っております。竹内君。以上で終わります。ありがとうございました。これにて竹内君の発言は終了いたしました。次に大阪誠二君。大阪君。大阪誠二です。佐川さん、お世話になります。よろしくお願いします。まず去年の2月17日、総理が関わっていたら総理も議員も辞めるという答弁をした。その前後で佐川さんの答弁は変化がないというふうにおっしゃいました。答弁は変化がなかったかもしれませんが、財務省内で、あるいは、例えば官邸との間で、その発言を契機にして特別に何らかの対応対策を話し合ったことはございませんか。佐川証人。
私が当時理財局長としてここで答弁をし、まあ、夜答弁の資料を読み、現場の職員が一生懸命そういうことをしていたという中で、何かその総理のご発言をもとに、何かいろいろその協議をしたとか、そういうことはございませんでした。大坂君。通常、上司がああいう発言をするとですね、組織内は相当震撼をするというかものだとは思うんですが、特段のことはなかったということですね。はい、了解いたしました。それでは次に、退職されてから官邸の関係者とお会いになったことはございますでしょうか。例えば総理、官房長官、あるいは官房副長官、あるいは総理補佐官、あるいはそれらの秘書の方々、あるいは官邸の職員の方々とお会いになったことはありますでしょうか。佐川証人。3月の9日に退職をいたしまして、それ以来そういう方々とは会っておりません。大坂君。午前中の参議院でも出ておりましたけれども、総理秘書官の今井さんとお会いになったのは最後はいつでしょうか。佐川証人。大変申し訳ありません、記憶がすごく遠いんですが、私が理財局長の時になってすぐぐらいだったと思いますが、経済対策で官邸にご説明に上がったことがございまして、その時にお部屋にいらっしゃったということだと思います。はい、大坂君。これも午前中の質疑でしたけれども、今回の森友の案件に関して、官邸から、指示を受けたとか、さまざまなこう指摘を受けたとか、そういうことはないというような答弁だったかと思うんですが、それでよろしいでしょうか。佐川証人。官邸から森友のこの決裁文書の話についてですね、私に、話があったことはございません。それからもし仮にその理財局内にそういう話があれば、私のところにその報告は上がるだろうというふうに思っておりますので、それもございませんでした。大坂君。決裁文書ではなく、取引、貸し付け、売買、値引き、あるいは分割、さまざまなことについて官邸から何らかの指示、示唆、そういうものはございませんでしたか。佐川証人。貸し付け、売却等が行われましたのは、私が理財局長になる前の話でございまして、そこについて私はおりませんでした。昨年理財局長になって、半年以上経って2月からこの問題になって、そういう中で、局内でいろいろ聞く中ではそういうことはございませんでした。大坂君。確かに佐川さんの前の迫田さんの時代にさまざまな案件が行われているわけですから、佐川さん自身がすべてについて官邸からの指示がなかったと言い切るのは私は少し無理があるんだろうというふうに思っていますが、ただですね、昨日ですね、参議院の予算委員会で菅官房長官がこんな答弁をしているんですね。24日の少し前だったと思いますけれど、これは24日というのは去年の2月の24日のことであります。私自身、財務省理財局長、国交省航空局長、この両局から土地の売却の経緯について説明を受けましたというふうに言っているわけです。その後また答弁は続くんですけれども、こうやって官邸に説明に行っていることはある、これは事実だというふうには思いますが、加えてその時に何らの指示も何らのサジェスチョンもないということなんですか。佐川証人。今のおっしゃる通りで、日付をちょっと覚えてないんですけど、この議論が国会で始まった割合早い段階だったと思いますが、官房長官のところに私の理財局と、それから国土交通省の航空局で、経緯についてご説明に上がって、まあ、こういうこのいつごろ取得要望とか、いつごろ貸し契約とか、そういうような経緯を私どもからして、国土交通省は確かその講師の話だったような気がしますけれども、そんなお話をして、それを官房長官がお聞きになってたということだったと思います。その大坂君。それではその時には何らの指示はなかったということでよろしいでしょうか。佐川証人。指示はございませんでした。大坂君。実は私、佐川さん知らない中ではないので、今回この理財局長になられてですね、理財局長になる前となって今、多分人生設計も大きく変わられたんだろうというふうに思わざるを得ません。それでその中でですね、例えばですよ、今回のこの
承認喚問を受けるにあたってさまざまな答弁をすると、この答弁の内容について佐賀さんこういう答弁をしてくれとかこういう方向で答弁をしてくれといったようなですね、何らかのこのある種佐賀さんの意図違う、あるいは自分もそういう答弁をしようと思ってたけれども、そういう答弁をしたら今後の人生何らか保証しますよとか仕事を世話しますよとか、そういうようなことっていうのは全くなかったというふうに言ってよいですか。佐川証人、そういうことはございませんし、そういう意味では今回実は証人出るにやや資料もこういう状態でございますので、そういう意味では今後ろにいらっしゃる補佐人の方といろいろお話をしてきております。大沢君、今日のこの参考人の答弁にあたってですね、事前に与党の皆さんと何らかの形で、例えば直接でもいい間接でもいい、何らかの形で今日の答弁の内容のすり合わせ情報交換、こういうことはございましたか。佐川証人、私がこの証人喚問に立って直接お話をしているのは今後ろにいらっしゃる補佐人の方とは話をしておりますが、私が与党の方とその話をしたということはございません。大沢君、それと次にですね、今回のこの森友案件に関して、これは財務省内でですね、この森友案件については総理夫妻が関わる案件であり安倍事案などと称されていると、まあ、こういう言い方をしている職員がいる、こういうことについては承知をしておりますか。佐川証人、承知しておりません。大沢君、森友問題はなぜこんな大きな問題になったというふうにお考えでしょうか。佐川証人、なぜと言われると即座にはお答えできないんですけども、私も何か昨年その2月の上旬の新聞の報道で初めて知ったわけでございまして、そういう意味ではその売却価格が非開示になっているというところからここは始まっているわけでございますが、その翌週からさまざまなご質問を国会でいただきまして、なぜと言われますと、もう本当にそういう国会でのご議論がどんどんこう大きくなっていって、その中でも必死に走っていたというのが私の実感でございます。大沢君、午前中の答弁の中で国会を混乱させたのはひとえに私の責任だって、それで改ざんについてお詫びをするということでございましたけれども、ただこの案件は改ざんとそれから丁寧さにかける答弁だけが問題ではない、貸し付けや契約や値引きやあるいは分割にしたといったようなことも問題になっているわけですが、それらの点について、要するに、文書の改ざんと、丁寧さを欠く答弁以外には不適切なところはなかったという理解でしょうか。佐川証人、さまざまなご指摘を昨年受けまして、で実は先ほどちょっと石田委員にも少しお答えを申し上げたんですけれども、やはりこの案件は、その国有財産の政策として国有財産をちゃんと売っていこうという政策の中で現場の職員が行う案件としては大変難しい案件だったというふうに思ってるんです。そういう中でその例えば売買予約契約をつけて貸し付け契約を結ぶとか、それこそ本当にこうあまり普通に売るというよりも相当難しい案件でも現場の職員はちゃんと国有財産を売っていこうという思いの中で、さまざまなその途中いろいろ工夫をしなくちゃいけないというところに何かその便宜を図ったのではないかといったようなご質問を受けたというのが私は実態だったんではないかなと当時思って答弁しておりました。大阪政治君、お詫びの言葉を何度も述べておられますけれども、貸し付け売買その一連のプロセスについてはお詫びをするような事態はないという理解でよろしいでしょうか。証人佐賀信久君、個別いろいろそのご指摘ご批判はあるだろうと思いますけれども、私自身は貸し付け2回不動産鑑定かけておりますけれども、それも最後は不動産鑑定士の判断ですし、売却契約もそのごみの撤去費のご議論があるのは承知しておりますけれども、それでもやはりその不動産鑑定士になった価格と我々が大阪国局にお願いした価格の引き算で撤去費を控除した企画であったという意味では、私はそこは貸し付けも売却契約も適正に行われたと今でも考えております。大阪君、
適正に取引が行われているのになぜ文書を改ざんするのか、適正に取引が行われているのになぜ丁寧さに欠く答弁をせざるを得なかったのか、これが問題の核心だというふうに思うんですが、今回の案件はですね、これ迫田理財局長から引き継ぎを受けるわけですね。そういうことですよね。前任は迫田さんということでよろしいですよね。迫田さんとはいつどこでこの引き継ぎというのは受けてるんでしょうか。佐川証人。本件につきましては迫田からは一切引き継ぎを受けておりません。大沢君。これについては迫田さんから直接の引き継ぎは受けていないと。午前中の答弁は勉強という言葉がありましたけれども、本事案についてはそれではこの昨年の2月あたりから事案がこう大きくなった段階で勉強させてもらったということでしょうか。佐川証人。大変申し訳ありません。勉強という言葉が適切でなかったかもしれませんが、森友学園というものがあってこういう取引が行われているということを私が知ったのは2月の売却価格の控え時の報道が初めてでございました。大阪君。この本事案はですね、佐川さんの理財局長に就任したときにはおおむね完結をしているというか、すべてではありませんけれども、迫田さんの時代に行われた案件なわけですよね。であるにもかかわらず、事案の本当の当事者でないにもかかわらずですね、こうして証人喚問を受けるということについて理不尽だというふうに思うことはないですか。佐川証人。私どもは公務員であったときには、そこにつけばその職責を果たすというのが、私どもの本分だというふうに思っておりました。従いまして、それはその起きたことは、前任の時代だったり前々任の時代だったりするかもしれませんが、そのときに国有財産の担当部局の局長として国会でご議論があれば、それは私の仕事として一生懸命局内から話を聞き資料を読んだりしてご答弁を申し上げるというのが私の仕事でありますし、その当時にこういう決裁文書の書き換えが起こったということでありますれば、それは私の責任だというふうに思います。大沢君。私は佐川さん被害者のような気がしてならないんですけれども、だって事案発生そのものは自分の時じゃないんですよ。そうしてそのことについて自分は直接引き継ぎを受けていない、そして後になって書類を見て、あるいはそれに携わった職員から話を聞いて、それに基づいて答弁をしている、そしてそれが原因になって今こうして証人喚問という立場になっているわけですよ。これで理不尽だと思わないっていうのはなぜですか。佐川証人。それはその時理財局長であって国有財産の答弁を求められれば、それは自分の仕事だと思っておりました。そういう時にこういう書き換えのようなことが起きたということであれば、それはやっぱり私の重い責任だというふうに思います。大沢君。だから問題はそこなんですよ。事案が適切に行われていたというふうに認識をしているにもかかわらず、改ざんや丁寧さに欠く答弁を繰り返さざるを得なかったと。その理由は何なんだっていうところなんですね。それはお答えいただけますか。佐川証人。最初の方のそのなぜ、書き換えが行われたかということについては、もう先ほどから大変恐縮ございますが、お答えをさせていただきますが、公団のその丁寧さを欠いた答弁の方は、やっぱりそれは私の至らなさでありまして、いくら忙しいとかっていうなんか言い訳がましいことを言ってもですね、それはやっぱりきちんと丁寧に対応すべきだったというふうに思います。大沢君。その丁寧さを欠く答弁について午前中の答弁の中でですね、交渉記録に関する答弁に関し、今になって思えば丁寧さを欠いた旨の発言をした、そしてその理由として局内が混乱していたといったような趣旨の発言をされたんですが、局内はなぜ混乱していたんですか。佐川証人。ものすごくこう毎年国会答弁がこのたくさんあたる部局というのも霞が関にはございます。あまりそういう意味では国有財産の部局は個別案件の話も多ございますし、もちろん政策の話もございますけれども、そんなに毎年たくさんの国会でのご質問をいただく部局ではないわけでございまして、そういう中で毎日月曜から金曜まで毎週その何十問も先生方からご答弁の通告をいただき、
資料のご要求もいただき、それから外部からも情報開示請求をいただき、それでいろんなそのチェックをしなくてはいけないという中で、理財局人数多ございますが、それはやっぱり国有財産の担当部局でしかもちろん仕事はできないわけでございまして、そういう意味では大変な状況だったというのは事実でございます。大沢君。改めて聞きますが、予算委員会の最中というのは基本的に財務省は忙しい、これ多分どこのセクションも忙しいんだろうと思うんですが、本件に関してだけなぜ特に理財局は忙しい、混乱をする、混乱という言葉を使われていたかと思うんですけれども、混乱という事態になったんでしょうか。佐川証人。大変申し上げません。ちょっと午前中も含めて言葉の使い方が適切でないということかもしれません。お詫び申し上げます。とにかく大変忙しかったと、から予算委員会の間は確かに委員おっしゃるようにどこも忙しいというのはそういうことでございますが、でもそれは基本は予算委員会でございますので、まあ、予算に関すること、あるいはその時々のそのテーマになることがありますので、そういう時に忙しくなりますけれども、今申しましたように毎年予算委員会で国有財産関係の質問がたくさんあるということではございませんので、そういう意味ではやっぱり昨年はある種例年にない状況であったということだろうというふうに思います。大沢君。それじゃあちょっと話題を変えますが、補佐人今回疲れておりますけれども、この補佐人の方はですね、今回のこの事案、この事案にお願いするにあたって与党関係者や政府関係者との接触というのはありますでしょうか。佐川証人。補佐人につきましてはこれも私が個人的にお願いしておられてございますので、そこについてはちょっと答弁は差し控えさせていただきたいと思います。大沢君。それでは与党政府関係者との接触は否定されないということに受け止められるんですけれども、それでよろしいでしょうか。佐川証人。補佐人の助言を求めたいと思います、はい、どうぞ。時計止めてもらう、はい、止めてください。佐川証人。すみません、今のご質問ですけれども、うちの3人がその、政府関係者とか与党の関係者との接触があったかと、ないということでございます。大沢君。それでは公文書の中で安倍昭恵さんの名前を見たときにどのような印象を受けましたか。佐川証人。公文書と申しますのは、今議論が行われている決裁文書の話でございました。大変恐縮ございますが、その決裁文書を私がそのいつ見たか認識したかということに関わりますので、そこについてはぜひ政治訴追の恐れがありますのでご容赦いただきたいと思います。大沢君。今の話はですね、なかなか理解されないと思います。改ざんに関わったと言っていて、安倍昭恵さんの名前が落ちているわけです。改ざんに関わった方がですね、安倍昭恵さんの名前を見たか見なかったかも言えないというのはですね、私はそれは合理性がない。私はいつ見たかって聞いてるんじゃないんです。見たときにどう思ったかって、それを聞いただけなんですけど、なぜ答えられないんですか。佐川証人。はい、見たか見なかったかっていうことも含めまして、それはその書き換えが行われました決裁文書にどういうふうに関わったかになると思いますので、見たか見なかったかも含めて、そこは私のその捜査の範囲に入っているというふうに思います。大沢君。改ざんに携わったと言ってお詫びをしている、改ざんに携わっている人が改ざんの核心部分、個人の名前のところ見たか見ないかも言えないなんて、それじゃあ改ざんに携わってないかもしれないじゃないですか。佐川証人。今委員がおっしゃったその携わったか携わってないかという意味は、書き換えに関与したかどうかということでございますので、それはまさにその関与の有無等も含めまして、私が捜査の対象になっているということでございますので、そういう意味で私はその答弁を捜査の対象になっているということを申し上げているわけでございます。大沢君。時間が残り少なくなりましたので、総理や昭恵夫人がこの問題に
関わっていなかったということで午前 の、 質疑で断言をしておりますけれども、その理由として価格について不動産鑑定にかけたからだと、そういう理由で関わっていないと言っておられましたが、不動産鑑定というのは鑑定に出すときにさまざまな条件があります。条件を付与するのは不動産鑑定を依頼する方です。その条件に関しても全く影響がなかったというふうに断言できるんでしょうか。佐川証人。去年の答弁にあたりまして、局内でいろいろもちろん職員から話を聞いた上で答弁を申し上げておりますが、そういう局内からの報告にもそういうお話はなかったということでございます。小沢君。価格についてはそれでは仮に関わっていなかった、影響がなかったとしても、分割払いにするとか、ゴミをどう算定するとか、ゴミの価格をどうするかとか、さまざまな要素が今回のことにはあります。それらのことについても関わってないとなぜ断言できるんでしょうか。佐川証人。例えば今のゴミの算定でありますれば、当時その大阪公共局と近畿財務局のやり取りといったものも、昨年聞いております。それからさまざまなことについて、今委員がおっしゃったようなことも局内で答弁するにあたっては、その事実関係を局内の職員から聞いた上で、答弁をしておりますが、そういう中でその総理とか総理夫人の話はなかったということでございます。大阪君。今回の案件はもう先ほど竹内委員からも話が出ましたけれども、職員が自殺をする、それからさらにこれは私の側聞するところでは、この事案に絡んで民間の方も何か命を落とされた方がいるように、これは私は確認は取れておりませんけれども、そういう情報もあるようでございます。これはですね、単に公文書の書き換えといったようなことだけで済まされる問題では私はないと思う。だからこそ本当のことを言っていただいて、何に問題があったのか、そして自分で答えられないところについてはこの人に聞いてくれっていうことぐらいを言わないと、この案件は私は解決しないと思っていますが、最後にいかがですか。佐川証人。証人としてお答えできることはお答えをしているつもりでございます。ただ私のまさにこの捜査の身分に関わる話についてご答弁を控えさせていただくということでございますので、ご理解を賜りたいと思います。これにて大沢君の発言は終了いたしました。次に今井正人君。今井君。希望の党今井正人でございます。今の大阪さんについてちょっと関連して伺いたいんですけど、証人は事前に与党とは打ち合わせはしていないということですけれども、政府あるいは官邸の人たちとも今回は打ち合わせはしていないということでよろしいですか。佐川証人。私は今回今後ろにいらっしゃいます補佐人の方と相談をしているということでございます。それだけ。今井君。それ以外の人はしてないということですね。佐川証人。補佐人とだけやり取りをしております。今井君。いや午前中の話と今の大阪さんの話聞いてもとても私不思議なんですけれども、午前中丸川さん の委員の質問に対して、総理あるいは総理夫人の直接の指示があったか、あるいは影響があったか、こういうことに対して、全くなかったとおっしゃっていますが、これは改ざんの原因や動機になりうる話なんですね。あるいは経緯にも関わることです。 なぜここの部分だけは話して、他の部分は訴追の恐れがあるから答えられませんって、このダブルスタンダードは一体どういう意味なんですか。佐川証人。ご答弁したつもりですが申し訳ありません。私が理財局長で、本件はこの決裁文書の資料の要求にあたりまして、こういう国有財産処分の個別案件、現場における個別案件でございまして、こういうものはまさに、財務局あるいは理財局の中の担当部局の間でそこはきちんと対応するということでございまして、こういう案件をこの個別案件の資料要求についての話を官房に相談するとか報告をするとか、官邸にまして報告をするとかご了承を受けるとか、そういうことはないでございます。
仮にそのなぜかそのさらにといえばそういうものが指示があったりその何か、了承を求めてこいとかいう話があればそれはトップたる理財局長に報告は上がるはずでございますしそういうこともございませんでしたというふうに申し上げています。今井君。いやいや他の方の指示があったかどうかっていうのは答えないんですけどここの部分だけはっきり答えるっていうのはどういうことなんですか。じゃあ他のその改ざん の指示してない人のこともちゃんと答えていただければいいと思いますけどね。だから理財局の中でこの人は指示していませんでしたっていうことも例えば答えられますよね。そうしたら今井証人佐川証人失礼その理財局の中で行われたというふうに申し上げていてそういう理財局の中で行われた行為が今捜査の対象になっているということを申し上げているんでございましてその理財局長として何かその大臣等から指示を受けたことはないということと今まさにその捜査の対象となっているそういう理財局の中についてのお答えする話というのはこれはまさに捜査に関わる話であるということでございます。今井君例えばじゃあ直接指示がなかったとしましょうだとしたとしてもこの夫人のいろんな関わりで忖度して、あるいは間接的な影響でこの改ざんをした可能性ってのは否定できないじゃないですか。なのになぜ影響すらなかったっていうことが断言できるんですか。影響っておっしゃいましたよ。影響がなかったってどうして断言できるんですか。佐川証人忖度とかいうお話は、まさにその個々の内面のお話ですので、私が何かここで、特定のことを言うということはできませんけれども、私が申し上げておりますのは、そういうその昨年の一連の答弁の中で、いろいろ局内から報告を受ける中で、その貸付や売却にかかる中で、総理とか総理夫人の話はなかったということを申し上げているわけでございます。委員長。今井正人君。いや、ですね、例えば佐川さんの部下が佐川さんの答弁を、忖度してやったかもしれませんよね。そういう可能性だってあるわけじゃないですか。同じケースですよ。夫人がそういう、関わっていると思われるのは嫌だから忖度して消したってことだってあり得るわけじゃないですか。それでなぜ影響がなかったって断言できるんですか。これ答弁まで忖度してるんですか。私はこの影響があったなかったっていうところが断言するのはおかしいと思いますよ。もう一回よろしいですか。佐川証人私が影響がなかったというふうに申し上げましたのはまさに国有財産部局のお仕事はこの国有財産の管理処分なんです。したがって貸し付けをするとか売却をするとかそれが管理処分の仕事そのものでありましてそこについて不動産鑑定にかけてきちんとそういう契約を結んだということであり客観的にでかつ昨年答弁をする中でも部内でそういう報告もありませんでした。そういう意味で、そういう答弁を申し上げたということでございます。今井君。おそらくですね今捜査中だと思いますけれども捜査の方だってその決算前のいろんな政治家とかあるいは総理夫人の名前が出てるでこれがどういうふうに影響したのかそういうことを聞き取りしてると思いますよ職員の皆さんに。そういう聞き取りの最中にこの影響はなかったって佐川さんがやっぱり断言するのはおかしくないですか。佐川証人今申しましたように、その契約そのものは不動産鑑定を通してるそれから私が一連の部内の報告を受けてそういうものはなかったとそういう意味で私は影響はなかったというふうに認識しているというふうに申し上げているわけでございます。今井君。委員長我々がずっと問いかけてきたのは8億円の値引きが本当に正しかったかどうかということを言っているわけでずっと私たちはこれは過大に見積もられているんじゃないかというふうに言ってたわけですよ。で今報道でですね、ご存知だと思いますけど、このゴミについて虚偽の報告書を作ったというふうに証言があるという報道をご存知ですよね。佐川証人そういう報道があることは承知しております。今井君。これが本当だとすれば今おっしゃっていることはすべて崩れるんです。
すべて崩れますよ、今のおっしゃってる前提が。ですから、そういうことも含めて、今ここで影響がないって言い切るのは、それはおかしいでしょ。佐川証人。その先ほどから私が申し上げているのは、当時、大阪航空局専門的な知見があるところが、国交省が持つ工事積算基準で積算をしたということで、私どもは正しいと思っておったということを言っておりまして、今、委員がおっしゃるように、その虚偽だったかどうかというのは、私は存じませんけれども、私は当時の大阪航空局の積算が正しかったというふうに思っていたということでございます。今井君、ちょっと時間ありますので、いきます。証人がですね、先ほどその決裁文書の中に昭恵夫人のやつが書いてあるのは、どう感じたかっていうのは答えられないとおっしゃいましたけど、この森友学園関連で、安倍昭恵夫人が名誉校長になっているとか、何らかの関わりがあるというふうに、最初にご存じ、認識したのはいつですか。佐川証人。一番最初に新聞の報道があって、売却価格が非開示なという新聞報道の時に、確か名誉校長はその総理夫人だというふうに書いてあったと思います。今井君。でその時に認識をなさったと。でそれを見て何、どういうふうにお感じになりました。佐川君。佐川証人。別にそのまま、そういうことかと思っただけでございます。今井君。そういうことですね。要するに森友学園と安倍昭恵夫人は関係があるんだということを認識されたということですよね。佐川証人。私は理財局長でありましたし、国有財産の価格がそのなぜ非開示かというのが当時の報道でありましたんで、それはどうして非開示になっているんだという報告を受けたときに、その私は新聞を読んだときにそうかと思っただけで、別にそういうことをその局内で別にその議論したわけでもございませんので、そこに名誉校長が総理夫人であると書いてあるなと思ったということを今申し上げた。いやいや、今井君、イエスノーで、要するにこの国有地を買おうとしている森友学園の名誉校長は安倍昭恵さんだということをそこで認識したということですね。佐川証人。その報道で知ったということであります。はい、今井君。じゃあ次に田村さんのことをお伺いしますが、当時の田村さんは谷さんが、安倍総理夫人の秘書だと分かって、電話で対応したと、こういうことでよろしいですね。佐川証人。その話が出たときに田村室長から私ヒアリングはしたんですけれども、その点について田村室長明確に確認はしなかったんです。その安倍谷さんがその安倍総理夫人付きだったことが、ただ本人はその電話を受けておりますので、総理夫人付きだったことを知っていたんではないかというふうには私は思います。今井君。その時は佐川さんは谷さんというのが夫人の秘書だということはわからなかったということですか。佐川証人。いえ、もうその総理夫人付きの谷さんが、その何か田村にその話を、電話をしたという話が、その国会でそのファックスができた、そういう話になりました。で、その時に聞いた話で、はい、今井君。あと午前中の話でですね、何かこの時のやり取りで、何か個別に谷さんと田村さんがどういうやり取りをしていたか承知していないというふうにおっしゃっておられて、詳しい内容が分からないとおっしゃってたんですけど、それで、なぜその田村さんに関わることで夫人のことが全然影響していないということが分かるんですか。佐川証人。午前中申し上げたのは、そばにいて聞いてたわけではないんで、すべての詳細のやり取りはもちろん承知していないというふうにお答えして、ただ田村室長から報告を受けましたんで、そういう意味では社会福祉法人に適用になるような事例が学校法人に適用にならないのかというようなお尋ねがあって、そういうことはできませんし、そういう予定もありませんというようなことを田村としては私は答えましたというふうに言ってて、それ以外にもいくつか質問があって、それはきっとこういうふうに答えたんだと思いますというふうに田村が言ったというふうな報告を私はその時受けました。今井君。個別にどんなやり取りをしていたかは承知してないと午前中おっしゃいましたけど、それは正しいですよね。佐川証人。またこの個別という、またその単語で私の使い方が悪いのかもしれませんが、その電話口に私がいたわけではないので、全部その具体的な詳細のやり取りを知っているわけではないというふうに申し上げておりまして、そのファックスの中にある4項目か5項目だったと思いますけれども、そのうちの一つのその定期借地の話については田村から話を聞き、残りの項目についてもこういう質問があればこう答えたと思いますというような田村の記憶を聞いたということでございます。委員長。今井君。
ということは、田村さんにその安倍昭恵総理夫人について、谷さんとどうや、その安倍昭恵さんから聞いたのかとか、そういう詳しい話は一切聞いてないということですよね。佐川証人、それはそういうこと。委員長、はい、今井君。それでは、その時の取引に関わったいろんな職員の皆さんに全員聞き取りでヒアリングされましたか。そういう安倍昭恵夫人ということを意識していたかどうかということ。佐川証人、しておりません。委員長。今井君。それでなぜ安倍昭恵夫人が影響してないって言えるんですか。どの職員、どっかの、そのやってた職員がそのことを意識してた可能性はありますよね。なんでヒアリングもしていないのに影響してないって言い切れるんですか。佐川証人。役所の組織でございますので、その局長としてですね、そのやはりこう報告を受ける人を信じて、それはそのもろもろ、その答弁もそうですけれども、報告もそうですが、その一人一人全員にですね、確認をしたかと言われれば、それは確認をしてませんし、私に報告を上げてくる人たちの中にそういうような話もなかったということでありますので、そういうふうに申し上げているわけでございます。今井君。一応よく分かりました。職員を信じているということをちゃんと確認していないと、影響があったかどうか確認していないということを今はっきりおっしゃいましたので、ここは大事な答弁だと思います。それからすいません、別に変わりますけれど、鴨井さんがおっしゃってるんですが、2月17日に、例の総理の答弁があった後に、理財局の、S さんにしましょう、 S 課長補佐さんが、籠池さんに身を隠してくださいというように、弁護士を通じて連絡をしたというふうに言っていますが、これは事実でしょうか。佐川証人。その件は昨年も国会で何度も聞かれまして、はいはいはい、その後その弁護士の方が、マスコミに紙を発表されて、私自身佐川と面識もないし、連絡も取ったこともないし、その他の財務省の職員にそういうことを言われたことがないというふうな発表をしていたということでございますし、私自身全く、そういうことをしておりません。はい、今井君。じゃあその S さんという人に事実関係確認されました。佐川証人。それはもう先方の弁護士さんもそう、弁護士さんですね、弁護士さんもそうおっしゃり、党のその補佐もそういうふうに言っております。委員長、ちょっとよく分からなかったんですけど、その当事者に確認したんですか。佐川証人。私の下にいた部下でございますので確認をしております。確認した、はい、委員長。今井君。次にですね、2月17日の予算委員会で、これうちの福島議員が森友学園の小学校建設のための国有地売却ということで総理に質問通告をしておられますけど、しました。でこれの答弁を書かれたのは、理財局長ですか。理財局長とか理財局が書いて総理に渡しているということですか。佐川証人。大変恐縮ですが、たくさんの質問を送っておりますので、どの質問をそういうふうになったのか分かりません。今井君。2月15日に宮本さんが財務金委員会で質問して、その次に2月17日に予算委員会で、うちの福島、前の民進党の福島議員が総理に質問しているんですけど、その答弁を書かれたのは財務省、理財局ということでよろしいですかね。佐川証人。総理答弁の中でも、国交省や文科学省もありますし、理財局がその書くべき割り振られた答弁については、理財局が書いているんだろうと思います。そうですね、はい、今井君。で実はこの時総理が初めて答弁されているんですね、この案件に関して。でその時に官邸、あるいは総理関係周辺と打ち合わせはされましたか。佐川証人。当時の国会の状況でございましたので、少なくとも私がそういう答弁をその官邸と打ち合わせしたことはございません。はい、今井君。次にですね、もうちょっとお伺いしますけど、この総理の答弁というのは、多分皆さんが書かれた答弁とは、もちろんあったんでしょうけど、
その私や妻が関係したら辞めるっていうような話は、その当然、答弁書にはないわけだと思うんですけど、その答弁を聞かれたときは、そこまでおっしゃるのか、ちょっとびっくりされたりしなかったですか。佐川証人。おっしゃる通りで、それは時代劇が作った答弁ではないと思いますが、それを私も席に座って聞いておったときには、あ、総理はそういうその思いで、政治的な思いでおっしゃってるんだなというふうには、その時は感じました。はい、今井君。もう一つなんですけど、2月24日、菅官房長官がですね、決裁文書は30年保存されているので、そこにほとんどの部分は書いてあるって会見でおっしゃったんですよ。僕はこの官房長官の発言が結構起点になってる、まあ、17日のもあるんですけど、もう一つここでダメ押しになったんじゃないかと思うんですね。決裁文書は全部残ってて、そこにほとんど書いてあるっていうことで、慌ててこれチェックしなきゃっていうことで始まったんじゃないかなと思うんですけども、いかがですか。佐川証人。ちょっとその辺についてよくわからない。官房長官はその多分その佐川がその交渉記録については管理規則に沿ってやっている、でそれに加えてその決裁文書はきちんと取ってあるというような趣旨の発言をしたんだろうと思っておりますけれども、何かそれによってこう状況が変わったとか、そういうことはないというふうに思っています。今井君。それで状況は変わったことないっていう、まあ、なんか改ざんに関わる部分のところでだいぶ答弁をされ始めているんですけれど、それでじゃあ伺いしますが、太田理財局長は改ざんを2月後半から4月にかけてということで、内部の方から聞いたと。で先週私財務金融委員会で佐川元長官から伺いましたかって言ったら、それは聞いておりませんと、聞けておりませんということで、そうでしたら私は今度証人喚問の時にご本人に聞かせていただきますっていう、そういうやり取りをさせていただいたので、まあ、改めてお伺いしたいんですけど、改ざんは2月後半から4月にかけてということでよろしいですかね。佐川証人。今の太田理財局長の国会での答弁は、財務省の中の調査に基づいてされているんだろうというふうに思います。はい、私その調査のこと一切しておりませんので、今の理財局長の答弁についてのコメントする立場にはございません。その上で今のそのいつ書き換えが行われたかということにつきましては、これは本当に先ほどから申し上げた通り、この決裁文書の書き換えがいつ行われたかと、いつ認識したかという、まさにそのものの話でございますので、そこは、捜査の対象である私からは、刑事訴追の恐れがあるということでお答えを差し控えさせていただきます。今井君。次にですね、破棄したといわれる面談記録ですけれども、これも先日太田理財局長にお伺いして、今報道で手控えとして記録が残ってたんじゃないかということを新聞社が報じているというふうに、ことを、まあ、取り上げて、今でも、そういうものは残ってないというご認識ですかということであったら、それに対しては、そこははっきりしませんから、これから調査しますということで、ないっていうふうにはおっしゃりませんでした。で今証人はずっとこれがその面談記録は破棄したとおっしゃっていますが、今でもそう思ってますか。佐川証人。午前中もお詫び申し上げたんでございますが、交渉記録のその損品につきましては、財務省の文書管理記録に沿って、保存期間1年未満、そして実態はその事案終了時という取り扱いでありましたので、そういう取り扱いの規則について述べたということでございまして、そういう意味では非常にその国会対応に丁寧さを欠いたということで、お詫びを申し上げた次第でございます。はい、今井君。時間が来たから終わりますけれども、まあ、伺っている限り、直接的あるいは間接的な関係というのを、当時の関係者からしっかり聞き取りをしないまま答弁をされているという印象がありましたので、これからやっぱり、それぞれの当時の売却貸付の時の、関係者の皆さん、安倍昭恵夫人も含めて、話を伺って真相を解明しなきゃいけないと思いますので、また予算委員会でもお取りをよろしくお願いしたいと思います。委員会で、はい、終わります。これにて今井君の発言は終了いたしました。次に江田健二君。委員長。江田君。これまでの佐川さんの、まあ、証言を聞いておりますとですね、私にはですね、
もうこの問題は自分一人が攻めを追っていこうというね、まあ、何か決意というか覚悟みたいなのが感じられるんですよ。まあ、それがあなたの美学かもしれませんが、国民の理解は到底得られないということをはっきりまず申し上げたいと思います。そして委員長にお願いをしたいことは、議員証言法 の訴追の恐れというのはね、高裁の判決が出てまして、これはですね、具体的な犯罪の構成要件事実、あるいはそれを想定される密接関連事項とありますから、それ以外のことで拒否をされるなら、ぜひですね、委員長、差配をよろしくお願い申し上げます。そして佐川さんは、それは証言拒否罪というのもあるということも念頭に置いて、ご答弁をください。まずですね、いや、佐川さんね、本当に丸川委員への答弁も、その後も何度も確認されて、この解散問題については、一切どなたも関わっておりませんという断言なんですよね。しかしね、もし仮にあなたがこの解散問題に関与してないとすればね、そんな断言答弁はできないでしょう。これは、まさにあなたがこの解散問題に関与してるっていう自白をしてるのと同じじゃありませんか。佐川証人。先ほどから申し上げてますが、本件国有財産売却の個別の案件でございまして、こういう案件はまさに理財局の中で、そういう現場の話を聞きながら、資料対応等も関係するということでございまして、そういう意味では他の部局に相談するような話でもありませんし、それから先ほどから申しましたように、そのまあ官邸とか、来信とか、そういうところから指示があれば、当然私のところに報告も来ますし、あるいはまあ直接であれば私のところにも来るということで、そういうこともございませんでしたと言っております。委員長。いやいや、あなたがもし改ざんに関与してないとすれば、あなたは部外者なんですよ。で、こんな改ざんというのは大っぴらにありませんから、密室であるんですよ。唯一、あなたが関与しているときだけね、いろいろ関与してたけども、どこからも関与も圧力もありませんでしたと言って初めて断言できるじゃないですか。だったらなんで、私が知る限り関与はありませんでしたという答弁じゃなくて、すべて見ましたけどね、全部ございません、ございません、ございませんですよ。なんでこんな答弁ができるんですか。あなたが関与している証拠じゃありませんか。佐川証人。私は理財局長でございまして、そういう意味で、外というんですけれども、そういう例えば官邸から入ったときに、局長に情報を上げていなかったら、それはもう、局長が知ってないのかということになりますですよね。その私が知らないところで誰か局内の人に指示があったとしたときに局長に報告をしなければ、したがってそういう官邸なり大臣なりから仮に指示があったとすれば、必ず私のところに報告が上がってくるというふうに思います。いやいや、あなたが改ざんに関与してなかったら秘密にするでしょうか。そんなこと当たり前じゃないですか。だからこれは本当にね、違和感があります。非常に。であなたの場合はね、断言答弁って多いんです。昨年ね、政治家の関与は一切ございません、記録は全部廃棄しました。普通ですね、私も官僚出身ですけども、官僚答弁というのは後々何か起こったことに備えて逃げ道を作るものなんですよ。あなたの断言言い切り答弁というのはあなたの判断でやられたんですか、それとも答弁資料にそう書いてあったんでしょうか。佐川証人。私のこの答弁がそういう良くないというお話であれば、大変丁寧さを欠いたという意味ではお詫び申し上げますが、あなたの判断、不当な働きかけは一切なかったというのは、それは、そういう政治的なその圧力というものはなかったというのは、当時局内でも報告を受けて聞いておりますし、交渉記録については、それは本当に先ほどからお詫び申し上げておりますけれども、そういう文書管理記録に沿って答弁をしたということでありますので、そういう意味では本当に答弁そのものが丁寧さを欠いたということであるというふうに思っております。江田君。いや、あなたの判断で政治家の関与は一切ないと答弁したんですね。佐川証人。私の判断というか、理財局としてその貸し付けとか売却の経緯は、その記録を見ながらやっているわけでございますので、そういう中で、そういう不当な働きかけといったものはなかったというのを局内からきちんと聞いた上で答弁をしたということでございます。井田君。先週金曜の財金から私も太田局長に聞きましたが、もともとの答弁資料は政治家からの不当な働き方はなかった、ただ政治家を含めて一般的ないろんな問い合わせはあったというものだったと、
それを最終的には佐川局長が判断して、ああいう答弁をされたという答弁をいただきました。ですから、一切ないとね、不当な、不当というあえてですけど、不当な介入はない、それから問い合わせはあったという答弁であればね、その後、こういうことが起きてても、かろうじてなんか逃げ道があったかもしれない、それをあなたはむしろね、逃げ道を封じてああいう答弁をされたということは、どなたかからそういう、それを一切政治的な関与はないという答弁をすることで、責任を逃れようという政治側からの関与があったということじゃないですか。佐川証人。大変恐縮でございますが、私の昨年の国会での答弁は、不当な働きかけは一切なかったと申しております。ただ、一般的に国有地の売却では、さまざまな問い合わせがあって、政治の側からの問い合わせも含めてありますという答弁をしております。従いまして、問い合わせそのものについては、さまざまな問い合わせがあるけれども、不当な働きかけは一切なかったという答弁をしておりまして、今ちょっと委員がおっしゃった、一切何もかもなかったかのようなことは、ちょっと私の記憶ではなかったというふうに考えております。江田君。3月2日に一切なかったと答弁している、それから個別案件だから理財局会議、これは嘘でしょ、これも官房長に来ましたが、国会提出資料はすべからく官房長まで上げるというのが金曜日の答弁ですよ。なぜ理財局限りって嘘をつくんですか、あなたは。佐川証人。その嘘というか、国会に提出するときに、その国会担当の部局は官房にございますので、それはもう当然、その官房経由で出すとかで手続きのはあると思いますが、私が申し上げているのは、それはもう実質論でございまして、その理財局のあっている国有財産の個別の案件をですね、官房にそのこういう中身でどうでしょうかとか、そんなことを相談したり、報告したりすることはないという意味で、官房がそこをチェックしたりするということもございませんし、よく委員ご指摘のとおり、それはもう官房部局が国会担当をやっているというのは、それはもう事実でございます。いやいや、もう政権を揺るがす大きな問題になってたわけですから、官房に上がって官房長が見ればですね、これは次官大臣まで上がっていくというそのくらいの案件だったわけですよ。理財局限りでやったというあなたの答弁は全く信じられないということを申し上げて、私のあれを終わります。これにて江田君の発言は終了いたしました。次に宮本武史君。宮本君。日本共産党の宮本武史です。この森友問題、これは昨年2月15日の私の当院財務金融委員会の質問から始まりました。いわばこの問題は、この質問を端緒にして、私とあなたの間で争われてきたと言っても過言ではありません。で、そこで聞くんですが、あなたは昨年2月24日の衆議院予算委員会で、面会等の記録は平成28年6月20日の売買契約締結をもって、破棄していると、こういう答弁を私に初めてなさいました。この答弁は虚偽答弁でありましたか。佐川証人。委員おっしゃる通り、2月の半ばから委員 のご質問で始まったことでございまして、この今のお話 その6月20日をもって、廃棄をしたという私の答弁は、本当財務省の、ちょっとここで何回かご質問、財務省の文書管理記録、規則の取り扱いをもって答弁したということでございまして、そういう意味で本当に丁寧さを欠いたということでございます。申し訳ありません。宮本君。そういう問題ではないんですね。あなたはですね、さっき午前中の答弁、証言で、個別の事案についてもきちんと確認をして答弁をしなかったという点で丁寧さを欠いたと、こういう答弁をしているんですね。しかし、2月24日の私のに対する答弁ですよ、あなたの答弁はですね、昨年6月の売買契約の締結に至るまでの財務局と学園側の交渉記録につきまして、委員からのご依頼を受けまして、確認しましたところ、近畿財務局と森友学園の交渉記録ということはございませんでした。この時確認をしてなかったと答弁してるんで、一般的な規定を答弁してるんじゃないです。これは全くどちらかが嘘ですね。佐川証人。大変申し訳ありません。その確認をしたという意味ですけれども、理財局に、文書で文書の取り扱い規則を確認したということで、そういう答弁をしてしまいました。申し訳ありません。そんなの通りませんよ。それは通りませんよ。宮本君。委員長、ダメですよ、そんなの。答弁になってないですよ。宮本君。そんなの通らないですよ。ちょっと今のひどいですけど、止めてください。止めてくださいよ。
止めてくださいよ、止めてくださいよ、答弁なってないじゃないか。再答弁してください。佐川証人。本当に申し訳ありませんでした。文書の取り扱い規則の話をしてございました。すいません。宮本君。じゃあこの答弁については虚偽答弁を認めますか。佐川君。佐川証人。それをその虚偽というふうにあれですけど、私自身はその虚偽という認識はその時はございませんでした。宮本君。確認をしてっていうのがですね、規定をただただ確認しただけだって通りませんよ、それは。そして今日やってる証言は確認をしてなかったから丁寧さにかけたって言ってるんですよ。これは午前中の答弁が、まさに証言が偽証であるか、昨年の答弁がまさに虚偽答弁であるか、二つに一つですよ。じゃあ午前中の答弁撤回してはい。佐川証人。ですからお詫び申し上げますが、昨年の委員に対する答弁がそういう趣旨の答弁だったということでございます。宮本君。委員長、全く納得できません。これは本当に重大なことだし、午前中の証言のまさに信憑性にも関わる問題だと思います。先ほどからあなたはですね、決裁文書について問われたらすべて答えないという態度を取っておられます。でしかしあなたはですね、書き換えはあったということを、これは事実を認めて、そしてその責任を取ってお辞めになったと、これは認めておられるんですね。書き換えの事実があったとあなたが認めているのは、まさに、決裁文書に書き換え前のものと書き換え後のものと2つあると、これは確認されたということですね。佐川証人。辞めたというのは長官の話でございましょうか。それは当時、この報道が出て、その週国会が空転をするような状態になったということも踏まえて、他にいくつかの理由を申し上げましたが、そういう意味でこの決裁文書を提出した当時の理財局長として責任を痛感したというふうに、その時心から申し上げました。それから、事実はその改ざん、その決裁文書の書き換えがあったかどうかの事実関係というのは、それは、財務省の理財局が国会にきちんと提出をして、明らかにこれは事実関係として、間違いなくて書き換えがあったということでございますので、それは書き換えがあったというのは、認識をしてございます。委員長。山本君。つまり2つの文書については確認をしたんですね。佐川証人。財務省が12日に提出したその調査結果は見ました。委員長。山本君。だったらその中身について答えればいいんですよ。何の問題もないじゃないですか。時間が来ましたからね、これ全然不十分なんですよ。先ほど来あなたはですね、最終的には不動産鑑定やったから正当なんだってことを繰り返してるんですよね。しかしね、昨年11月に提出されたこの会計検査院の報告書ではですよ、その不動産鑑定価格から8億2千万を差し引いた、それは鑑定士にとって他の専門家の調査結果としては使えなかったと、まともなもんじゃなかったと出てるんですよ。それをもって正当だったということは全く通らない。引き続きこの問題の解明は絶対に必要だということを申し上げて、私の質問を終わります。これにて宮本君の発言は終了いたしました。次に丸山穂高君。日本維新の会の丸山穂高でございます。本日の総理官もはっきりとですね、総理や、夫人、総理夫人、官邸大臣、省内他局の関与はないと、これは明確にはっきり述べられましたけれども、でもなぜ、じゃあ誰がね、なぜこれに対してっていう、一番国民の皆さんが知りたい部分に対して残念ながら訴追の恐れがあるという発言ばっかりで、全く明らかになってないというふうに思います。これね、断言できたので、なんで断言できるのかというのは皆さん不思議に思っていると思うんですけども、今の他の委員のご答弁だとですね、通常そうしたことがあればですね、局長であったご自身に対してもこうしたことがあったと、大臣から指示があった、官邸から指示があったという話があるはずだということですが、全くご自身が関与していなければこれに関してそういったまず報告はそもそも上がりませんよね。ということは、ご自身としてはこれに関与していると認めたも同然じゃないですか。いかがでしょうか。佐川証人。
今の前提はその私がその、まあ、仮にこの知らなくてその誰かがやっててそこにその官邸の指示があったということだという理解なんですが、それはその官邸なり大臣が私をその外してその下の者とそういうことをしているという前提になるのかもしれませんが、いずれにしても理財局の財務省の部下職員がそういう政治的に高い次元から何か話をしたときに局長に話を入れないで済むというふうにはなかろうというふうに思っておりますので、どういうケースでもそういう場合は理財局長に話が上がってくるものだというふうに思っております。丸山君、ケースとしてですけども、局長を通さずに大臣から大臣レグ行くとき局長を入れない場合もありますよね。まあ、課長だけだとか審議官3時間あたりで止まることもある、まあ、そうしたときにそういう指示があったとしてですよ、でそれに対して話を入れないことはありえないというご答弁なので、そういう意味であればそういう部下からそういう報告は一切なかったと今断言できるということですね。佐川証人、その総理からの指示とか大臣からの指示とかそういうことは別部下からはございませんでした。丸山君、他局からも他局の他の幹部に対してもそういった指示があったということは聞いてないということですね。佐川証人、下から部下か職員から聞いておりません。丸山君、私で最後の時間でございます。時間もありませんのでまとめの質疑に入っていかざるを得ませんが、これまで何かご発言で訂正したいことだとか言い残したことがあれば重ねてお聞きもしたいと思いますが、本日のこの一連のねご発言でです、国民が知りたい真相、これに対して解明できたとご自身はお考えになっているかどうか率直にお答えいただけますか。佐川証人、それは先ほどから委員の方々がお叱りを受けておりますので、そういうふうに実際にどういう経緯で誰がやったのかということについてはお答えできておりませんので、そこについてはそういうお叱りを受けたということでご満足できていないんだろうという、できていないんだろうというふうに思います。丸山君、解明できていないということですね、ご自身そう思われているということなんですね。佐川証人、その先ほどから各委員にお叱りを受けているそのどういう経緯で誰がどう具体的に指示をしたかという点についてはお答え申し上げておりませんので、その点については明らかになっていないということでございますが、それはまさに裁判司法の当局になるということでございます。丸山君、そもそもこの衆参合わせてたった4時間の証人喚問無理があると思います。私もたった5分しかありませんしですね、本来この予想委員会、そもそも今北朝鮮情勢動いている、北のトップが中国に行ってるかもしれないという情勢の中で、また米中貿易摩擦もあります、外交問題やらなきゃいけない重要法案も何より予算も審議していかなきゃいけない中でですね、こうした短時間の予算委員会絶対に無理だと思います。しっかり別の場にですね、我が党いつも主張しています特別委員会なり第三者の検証委員会設けてですね、しっかり佐川さんにも来ていただいて、これは国民の皆さん明らかにしてほしいと思っていただいて思ってらっしゃる案件ですから、しっかりこれは委員としても国会としてもやっていかなきゃいけないというふうに思います。最後、これがおそらく最後の質問になると思います。証人喚問ずっとやってこられました。公務員の信用が失墜している今の状況を心を痛めている人いっぱいいます。公務員の皆さんも何より国民はどうしてこんな状況になったんだと思ってらっしゃると思います。ご本人として最後率直に国民の皆さんにお話ししたいことお話しいただけますか。証人佐賀信久君、再度申し上げます。こうした事態になりまして行政の信頼を揺るがすようなことになりまして、本当に国民の皆様に大変申し訳ないと思っております。お詫び申し上げます。丸山君、時間が参りましたのでこれにて私丸山穂高の質疑を終わります。ありがとうございました。これにて丸山君の発言は終了いたしました。以上をもちまして佐賀証人に対する尋問は終了いたしました。証人および補佐人はご退席くださって結構でございます。ご苦労様でした。本日はこれにて散会いたします。